しぶりだな。ああ、二人とも。いやもう、あれから目の回るような忙しさだったからな。編集が終わったら、次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ？オイラたちの英雄はフリーナ賞をもらえるかな？僕は 90% はいけると思っているよ。フリーナ、もう会場に来てたのか。一番乗りだな。他のみんなももうすぐ来るさ。そうだ、グザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前をつけるべきじゃないか。え、まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの皮算用みたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした AA 会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。とにかくよく考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイモン、悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。え、まだ授賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の授賞式を知らせる機会がなかったんだ。だが今日銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。了解だ。じゃあよろしく。本当に賞なんか取れるのでしょうか。安心しなって、僕の目に狂いはないはずだ。移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後用があるようだな。あ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。
新しい趣味にでもハマったのか。今回はちょっと特別というだけだ。シャブルーズ公爵、祭りってのはいいもんだ。ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか。もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ。はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か。オイラたちが来たのは、私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日か忘れてはいない。じゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたらもな。祭りを楽しむといい。発表いたします。第1回フォンティナリア英英祭フリーナ賞を獲得したのは二重詩です。おめでとうございます、グザビアさん。まさか、俺が。皆さん、本当にありがとう。フォンテーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったことが証明されたね。それでは、二重詩のプロデューサー、グザビアさん、ステージへどうぞ。ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。この場で特にお礼を申し上げたいのは。時が経つのは早いものだ。シュブルースから銃の持ち方を教わったのがほんの 2,3 日前のことのように思えます。
またフォンテーヌに来てくれるか？もちろんです。私はこの町が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルースも稲妻に来てくださいますか？今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。その時はぜひうちに遊びにいらしてください。お茶菓子をご馳走いたします。あ、また連絡を取り合おう。君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは？小倉屋の方はどうなの？万事順調ですよ。じゃあ、彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。生地を干すのにぴったりなお天気になったみたい。名前を挙げたすべての方々にもう一度感謝の意を。あなたたちがこの舞台まで連れてきてくれました。これは皆さんと一緒に作った英英です。またメンバー全員の賛同を得て、正式にグザビエ撮影クルーをガンズフィルムカンパニーと名付けました。おお、ああやって高らかに叫ぶとかっこいいな。では続いて、ガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。そんな恥ずかしい。監督ほどふさわしい人はいない。ええ、敵役です。諦めなさいよ。準備はよろしいですか？3、2、1。ガンズフィルムカンパニー。
Thank you.
Thank you.
見切りました。剣女盤石はっ、風の歌、雲の行くごとき、風の知識はあなたにも。ここより弱滅の時、トゥッフッフッキュッ、裁きの怒り、マイハッ、雲借りなく時、痛くしちゃうかも。ハッ、これこそが知恵の伝道。見切りました、無我の境地。やっせっ、伝道ここにあり、難攻不落。はい、もみ違う、じらまく惜しみ。覚えたわよ、稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。風よ、はっ、風、雲の行くごと、はじこりなさい。知識はあなたにも。天理チョーク、無我の境地、見切りました。トゥッ、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 借りなくとき、伝道番章、岩山八九、全部丸見えね。これこそが知恵の伝道。風よ、そこだ。逃げ道はありません。ここより弱滅の時、テッテッテッ、風の行く先を、風、雲の行くごと、天理ちょ、裁きの雷、風の赴くままに、お道は散らまく惜しみ。歌よ錦と、みんながそばにいてく、無我の境地、見切りました。キュッタッテ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 ッ、形はこの剣はわかるかい。くらえ、ふったっ、裁きの怒り、はっ、ふっ、雲が借りなく時、風、稲光、すなわち永遠なり。せっせっせっはっせっはっ、風の歌、雲の行くごと、風、五感奥義、さい、みんなは俺が守る、無我の境地。風よ、お道は散らまく惜しみ。この剣はわかるかい。歌よ錦とな、風よ、みんながそばにいてくれれば。おれ、逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。風の歌、雲の行くごと、五感奥義、みんなは俺が守れ。裁きの雷、はっちゃっつ、はっつ、無我の境地、やっ、はっつ、ふっ、ふっ、もみちの地、歌よ錦さん、みんながそばに。
難攻不落、破竹のごとく、屈血陣。知識をあなたにも覚えたわよ。ファイヤー！ま、気は気をつけなさい。堂々不意打ち。せっ。天道万象。いざ。教頭、先生こっちで。ファイヤー！ま、気は元素なんですね。あと何発でしょう。これこそが知恵の伝道、全部丸見えね。天理チョーク、剣女万弱、くっ、進軍と破竹のごとし、ファイヤー。ま、気をつけなさい。元山破竹、天道万象。手をつなぎましょう。知識はあなたにも。強攻！ローズクラッカー！スピラリローズ！俺につけ！剣女盤石！どうぞ、不意打ち！これってだんだん天道、ここにある！これこそが知恵の伝道！くっ、進軍！と、先生こっちで！打ち続けて！うんうん、いい感じ。天理チョーク、元山破竹、全部丸見えね。さあ、強攻、つけなさい。なる、知識をあなたに。破竹のごとローズクラッカー、好きな気を配れる。天道、ここにある。
いざ。
なんとも言えんな。
宵宮さん、これまで機会がなくて言えなかったのだが、ここ数日本当に世話になった。え？うち特になんかした覚えないけど。最後のあの特別な芝居に協力してくれただろう。助かった。最初から分かっていたのだ。モリスと単独で接触するのは多少なりともリスクを伴うと。お前は我々特巡隊と違って特別な訓練を受けていないのに。そんなん言わんといて。うちは監督助手やねんから、仲間のあらゆることに力を尽くすのは筋ってもんやろ。シュブルーズの事件解決に役立ったんやったらうちも光栄やわ。そりゃあの時は地面に寝っ転がってしばらくは心臓がバクバクしとったけど、周りに聞こえるんちゃうかと思ったわああ、お前はよくやってくれた。そうや、もし稲妻に来ることがあったら長野原花火屋まで遊びに来てえな。花火を作ったるさかい。絵柄ももう考えてあるで。もしかして銃か今はまだ内緒。知りたかったら稲妻に来て自分の目で確かめたらええわ。フリーナ様、写真をもう一枚撮らせてください。あとサインももらえたら、一緒に仕事をした記念に。受賞した時に眩しいフラッシュを嫌というほど浴びたんだけど。そんな、フリーナ様こそ私が見てきた中で最高の監督、最もフォトジェニックなお方。あなたはこうした熱気ある喜ばしい雰囲気が何よりもお似合いです。カメラマンなら誰もがそう思うはずでしょう。さあ、我が愛しの大スターよ、見せてください。あなたが輝きを放つ瞬間を写真機が首を長くして待っています。そんな風に褒められてもね。
方ないからポーズをいくつか取ってあげるよ。トロフィーは持たなくていいだろう。あ、はい、もちろんその辺はご自由に。実にありがたい。なんてことだ、俺は自分でも驚くほどついてる。